機に異常はありません。作戦行動を始めてください。行こう。早めに終わらせよう。この動きに注意しろ。ユーゴさん、討伐対象の荒神と接触。攻撃開始。了解。おい、大丈夫か？クイッチ！対象は敵の方向に確認。
調？荒波移動を開始。餌場に向かうものと思われます。逃がさないよ。するのか。久しぶりだな。今さら何のご。アクセルトリガーの情報が流出したという噂を聞いて。私を始末しに。今日は挨拶をしに来ただけだ。だが我々バランに不利益を与えると。私の船に手は出させません。ふん。死である俺にまた会おう。送信を開始。サポートも任せてください。
作戦開始だ。準備はいいかな。出るよ。
バッチリでしたね。今ならドイツが相手でも負ける気がしないな。鍛錬は裏切らないな。成長するものだな。これなら十分な戦力になるか。まだまだこれからだ。鍛錬は裏切らないな。行かないとね。
始めるよ。頑張る。岩肌が天の艦隊に侵食されるとI'm not.
第二機種こんな程度か。ふう、いい汗かいた。怪我をしていたらちゃんと手当を受けてくださいね。異常はありません。作戦行動を始めてください。始める。準備はいいかな。出るよ。油断はしない。
ないよ。ごめんね、心配かけて。無茶はするなよ。ユーゴさん、危険です。一度交代してください。悪い、心配かけた。キング、ファイトの危険域です。今すぐに手当てを。キング、周辺状況を確定。発動可能です。いつでもいいぞ。
引き下がるわけにはいかない。一度下がれ。想像以上のクセモノね。真相という感応レーダーでも解析ができない。情報が全く得られないわ。物資の補給の前に少しでも前へと思っていたけれど、第三フェーズが始まる前にもう少し。
強敵との遭遇が予測されています。コブーンを負けるわけにはいかねえな。いるね、強い力を感じる。あれで砲撃は正確だ。足を止めるなよ。
5分が経過しました。の力さ、ずいぶん楽をさせてもらったな。回収ポイントの確認もお忘れなく。
帰りなさい。うがい手洗いはお忘れなく。腕が鳴るな。成長するものだな。これなら十分な戦力になるか。配置完了。各人作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。始める。行こう。残りわずかです。いいね。よし、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 よし
逃がすか。ハウンドワン、バースト解除、ガムランド。真相のビーコン情報が存在する？
本当なの？真相がなぜ真相と呼ばれるか、なぜ情報が得られないのか、それはあの一帯に対して赤の女王が意図的にジャミン官能レーダーでもそのジャミングを。そういうことだったのね。でもバランは私がいた頃から赤の女王とつながりがあった。だからバランは手に入れている。なるほど。バランに私から掛け合ってみるけれど、赤の女王との取引、とにかくありがとう。あなたの情報は。それならよかった。それからルル、あなたはいいわね。どう転んでもろくな。わかった。
こいつを実戦で試したい。付き合ってくれるよな。基礎は理解できた。基礎は理解できた。ひらめいた。基礎は理解できた。まだまだこれからだ。基礎は理解できた。システム異常なし。回帰濃度順応範囲内。ミッションを開始してください。頑張る。ふう、始めようか。敵の気配がなくとも警戒は怠らないでくださいね。やるか。荒波、ベノム化しました。さあ、もがけよ荒波。
ージ開始。共に攻めるぞ。
する。レイさん、索敵行動に行くんだよ。了解。エンゲージ申請条件達成、発動可能です。できるよ。山積みだ。難しい局面でしたね。サポートが至らず申し訳ありません。やっ、何の御用でしょう。イルダ・エンリケスから情報開示の打診があった。通信では断りを入れたが、情報源は貴様だな。一つ交渉をしたい。交渉？人型荒神を我々に引き渡せ。そうすればそれが果たされない場合、階段をこの船にぶつけろとの。それは交渉ではない。聞かなくても分かっているだろう。階段がどのように引き起こされるかあなたは知っているはず。それを何とも思わないのです。我らエイジが命を捨てることで階段は起こされる。腕輪に特殊なチップを搭載することでエイジを兵器化するバランの技術。バランはその技術を赤の女王に提供し、それを語る言葉を俺は持たない。賢明な判断を期待する。これは私の問題だ。
性情報の送信を開始。サポートは任せてください。行こう。準備はいいかな。出るよ。奴は死ぬ前に自爆する。巻き込まれるなよ。終了しました。
元気です。今すぐに手当てを。ここで引き下がるわけにはいかない。やめて、やるじゃないか。油断をする。お風呂にする？それとも筋トレ？視界の各員、作戦行動を開始。必ず帰ってきてくださいね。作戦開始だ。頑張る。や、や。敵の気配がなくとも。警戒を怠らないでくださいね。
こんなものか。怖い。みんなで帰りを待っていますからね。ムルは？ルルさんの反応消失してますね。通信への応答もありません。どういうこと？なんだ？何かの冗談か？人型荒神はどうした？お前の大事な船を海域に沈めるってことでいいんだな？交渉をさせてほしい。これ以上の交渉の余地はない。ならば腐っても貴様は我らの同胞、捨て石となる覚悟があるようだ。何の話だ。奴は勝てない戦いに準ずる覚悟です。くだらん。さっさと片付けて奴らの船を沈めろ。いいな。お前の覚悟見せてもらおうか。死ぬ覚悟があるのだろう。その覚悟バランの下で果たす気はないか。お断りします。クリサンセマムのみんなは私を初めて私として扱ってくれた大切な。私は彼らのために戦う。この命の燃える限り。威勢はいいが、人の心を知ったな、ルル。私は早くその虫けらを潰してしまえ。俺は忙しいんだ。聞こえないのか。潰せって言ってんだ、その這いつくばった虫けらを。黙れ。うん？黙れと言っている。てめえ誰に向かって。己の全てをかけた力と力のぶつかり合いに部外者が口を挟むな。なんだと。ルル、お前の立ち筋見事だった。強くなったな、師匠。バカな。所詮はエイジ。虫けら同士ここで仲良く消えろ。撃て。片付いたか。くだらん時間を過ごした。の。師匠、なぜ。このクソ虫どもが。撃て。奴らを灰にしろ。はいはい。残念ながらあんたの船の砲塔は制圧させていただきました。兄ちゃん、無駄に情報を垂れ流すのやめろって。だよ、うっせえな。ここは颯爽とヒーロー登場って流れだろうが。貴様ら。あ
れは階段の起爆装置。死ねお前たち。遅くなっちまったな、ルル。なんだってメロ。話せ。あんたのやったことは明確な海域航行法違反だ。観念するんだな。なんだと。エイジの虫けら風情が。弁護士、弁護士を呼べ。呼びたけ呼べよ、おっさん。海域まで来てくれる弁護士がいるならな。終わったな。これからどうするおつもりですか。あるべき場所に帰る、それだけだ。バランにお前の帰る場所はない。好きに生きるがいい、どこへなりとも。師匠。バランに戻って待っているのは責任追及。それを分かってあの人は。覚悟の上だ。巻き込んでしまってすまない。そうじゃないだろう。謝るのなら黙って出て行ったことでしょ、ルル。ああ、そうだ。どんなに危ない橋だって一緒に渡る、そういうもんだろ、仲間ってのは。ごめんなさい。お帰りなさい、ルル。まったく、とんでもないことをしてくれたわね。バランの船長は海域航行法違反で現行犯逮捕。グレイプ、そして時を同じくして彼の船からバランが保有していたシンス、ジークとキースの仕業ね。証拠、バランとしても情報の保有を認めるわけにもいかず。知っての通り、バランは苛烈な港よ。彼には相応の罰則。結果としてはバランは本作戦か。ここからは私たちだけでフェンリル本部。まあ余計な荷物が減って身軽になったとも言えるかしら。たっぷり叱ってあげたわ。今後はきちんと相談するようにと。体制が整い次第真相の踏破にかかるわ。いよいよ作戦は第3フェーズ。くれぐれも